YouTube の皆さん、岡田博です。 JR 鶴見線大川支線の終着駅大川駅にやってきました。大川駅はですね、はい、こんな感じです。こんな感じの駅なんですけど、ちょっと違うところから映してみるか。はい、これがですね、鶴見線大川支線の終着駅大川駅で、一面一線の終着駅なんですね。大川支線はここが終着になるんですね。大丈夫、危ないな、ちょっとやめた方がいいか。あ、これ危ないからやめよう。あ、一面一線の終着駅で、あー、ここで架線が終わってますね。あー、ここでもう架線が終わりですね。で、この向こうにですね、日清製粉っていう、こう粉の食品を作ってる製粉所があるんですね。で、この向こうにもかつて線路は続いていたんですけど、もう巣に覆われてて自然に帰ってますね。いかにもなんか自然に帰りつつありそうな駅って感じではあるんですけど、早速ですね、この大川駅ですね、現地レポートやっていきたいと思います。武蔵白石駅から歩いて10分ぐらいのところなんですよね。まあ、ここまで来たからにはサムネイルはね、映しておこう。あー、なんかこういうサムネイルがいいか。あー、このサムネイルがいいね。これにするか、サムネイルは。あー、これにするか。これいいかもしんないな。いやー、これが大川駅か、すごいなこれ。で、大川駅の反対側の通りはこんな風になってるんですね。あー、ここに第4種踏切があって、この踏切なんですけど、工場に、この踏切の線路なんですけど、工場へと通じてんすよね。これ何の工場に専用線っすかね。知ってる人いたらちょっと教えてください。で、貨物線はこれかつて一、これ製粉所まで続いていたんですかね、ちょっと分かりませんけど、まあ知ってる人いたら教えてください。これが大川駅か。小さな終着駅ですよね。あー、なんかここに変わった標識ある。これ何の標識でしょうね。だから特殊な標識ですけど、これ知ってる人は、知ってる人いたら教えてください。なんだろう。いやー、鶴見線この高い架線柱あるけど、これ特徴ありますよね。この架線柱は何なんだろうな。長野電鉄とか近鉄にこういう架線柱ってありますよね。すごいな。これ鉄塔だの架線柱マニアにおすすめしたいな。うわー、こっからじゃなんか撮影難しいな。ホーム行ってみよう。一応踏切越えて行ってみるか。いやー、なんか人通り多いな。いやー、これ味わい深いな、この鉄塔ね。やばいな。あ、駅裏には三菱化学工場がありますね。うわー、危ねー。
やー、交通量本当多いですね、この道。さすが工業地帯だ。で、これが大川支線のラスト踏切ですね。これが大川支線のラスト踏切ですね。おっと、おお、いいな。あー、これが大川駅ですね。こちらが大川駅になるんですけど、ホームはこんな風になってんだ。あー、もう行き止まりの線路終端が奥に見えて、この一面一線のホーム独特あって特徴ありますね。で、そしてこちらの線路なんですけど、こちらの線路は鶴見方面になりますね。この向こうの線路は鶴見方面になります。あ、この踏切日本ガラス踏切って言うんだ。知らなかった。はい。で、これがですね、大川支線のラスト踏切ですね。はい、大川支線のラスト踏切になります。はい、これが大川支線のラスト踏切で、ここで踏切はおしまいになるんですね。まあ終着駅がそこですからね。いや、ラスト踏切か。そうだよな、ここで大川支線は折り返しですからね。あー、すごいな、工場。三菱化学工、何の工場だろう、化学者、化学工場なんかな。さすが工業地帯の路線ですよね。昔はこれ、工場への貨物専用線って結構多かったんでしょうかね。その工場への専用線の跡が本当に名残としてありますね。こちらが大川駅ですね。あ、これが大川駅ですね。これが大川駅のホームですね。発車時刻表はこんな感じなんですよ。そうなんですよ、実は大川駅なんですけど、ここ朝の電車本数はこんな感じで、休日が朝2本で夜1本で、平日が朝4本、夜に数本ぐらいしかないんですよ。この駅、関東で唯一ここだけの北海道並みの本数なんですね。はい、これが大川駅なんですよ。鶴見線なんですけど、こんな感じです。で、大川駅前はこんな風になってるんですね。大川駅前の通りがこんな風になってんか、うん、まあ駅前広場はないですよね。あ、これが大川駅か。大川駅立派だな。あー、この踏切渡っちゃいけないんだ。この先は鉄道事業用地です。関係者以外は立ち入り禁止で、線路段をお近くの踏切で渡ってくださいって書いてあります。なんか手動踏切ですかね。あー、なんかこれ固定されてるんで、これ渡っちゃいけないんですね。これはちょっと渡らないように気をつけた方がいいな。あー、これが線路終端か。あー、なんかもう自然に帰った線路終端ですね。これが鶴見線、大川線の線路終端ですけど、
はい、これが大川支線の先導集団ですね。この向こうにあるのが日清製粉になります。かつはこっから先、あの日清製粉への工場への専用線伸びてたんでしょうかね。他にも終着駅ですよ。で、肝心な大川駅の駅舎はこちらですね。これが大川駅の駅舎になりますね。結構なんか年季の入った木造の古びた駅舎ですね。これが大川駅ですね。ちょっと大川駅覗いてみたいと思います。あー、一面一線か。そうですよね、一面一線になってるんですね。あー、これが駅名表か。はあ、なんか線路を、もうこれ線路跡はもうなんか自然に描いてますね。これ関東で唯一ですよね、これ自然に描いた線路ってね。やばいな。いや、自然に帰った線路なんかかわいそうですよね。昔はここも貨物列車で相当にぎわってたかもしんないですよね。いやー、この鉄塔特徴あっていいね。あ、こっから鉄板なんだ。あー、ホームの端まで来たんですけど、あー、この踏切いいですね。先ほど話しましたように、この向こうは鶴見方面になりますね。いやー、この駅の列車本数、休日が4本で、朝は3本で2本で夜1本、やばいな。で、休日で平日が朝4本で夕方が5、6本、やばすぎだよ。あ、これがいいかな、サムネイル。あー、こういうサムネイルいいね。これにしよっかな。うん、こういうのもいいか。はい、それではですね、大川駅の現地レポート終わりましたんで、この後はここから歩いて、海芝、ここから歩いて大川駅、あ、武蔵白石駅に戻って、次はですね、海芝浦駅に行ってみたいと思いますので、カットします。これで大川駅の現地レポート終わります。それでは。